おねだりしてみてほしいの。ダーリン、あなたは私の言うこと全然聞かない。あれほどやめてって言ったタバコもお酒、毎日2箱7缶、1日1回とも欠かさず肝臓やられて、お釈迦になっても看病下げないんだから。あいや、こういうテコでも聞かない。あなたのハートは真っ黒です。言いたいことは言わないし、行きたいとこからやりたいことまで決めてるくせして、だんまりさん、ね、そんなのバカみたいじゃない、そうじゃないじゃないじゃない、それってあぐらかいてるだけなんじゃないですか。ぶっちゃけ下崎さんず、あなたのおかげで私のハートはボロボロです。釣れない時は釣れないし、そっちがなかなか言い出さないから、いつも私は勝ち取るじゃん。ね、なんだかバカみたいじゃない、そうじゃないじゃないじゃない、どこか足元見てる感じで、手踏みされてる感じで、何それ、駆け引きやら勝ち負けじゃなくない、そういうめんどくさいことしてるからめんどくさいことになるんだよ。寡黙なダーリンね、切なさは飾りじゃないのよ、よそ見しないで逃げないで、触ってよ心の黒を、一瞬のことじゃない、おねだりしてはくれないの。言葉にできない欲望さは